これから、原爆ドームと平和記念資料館に行こうかなと思っていて、雨予報だったんですけど、まだそんなに降ってきてないので、レンタサイクルを借りようと思っています。走るぞ。なんと東京で使ってるシェアサイクルのアプリが広島駅周辺だとそのまま使えるみたいなので、本当は歩いても30分とかなので全然私にとっては徒歩圏内なんですけど、楽しいから一択でレンタサイクルします。行きましょう。歩いて1、2分の東横インの交差点に来ました。鶴タワー前で返却して、ここから資料館まで徒歩7分くらいなので歩いていこうと思っています。1945年8月6日午前8時15分、米軍の B-29 爆撃機が人類史上最初の原子爆弾を投下しました。原爆は広島県産業奨励館の南東約160メートル地点の上空約600メートルで炸裂し、建物は大破、全焼。館内にいた全員が即死しました。しかし、爆風が上方からほとんど垂直に働いたため、建物の壁の一部は倒壊を免れ、
最上部に残った鉄骨により塩害を持つ建物であったことが分かる程度の残骸となりました。戦後、広島県産業奨励館の残骸は最上部の塩害鉄骨の形からいつしか市民から原爆ドームと呼ばれるようになりました。原爆ドームについては当初記念物として残すという考え方と、危険建造物であり被爆の悲惨な思い出につながるということで取り壊すという2つの考え方がありました。しかし市街地が復興し被爆建物が姿を消していく中で、保存を求める声は次第に高まりを見せ、1966年広島市議会が原爆ドームの保存を決議しました。数回の保存工事が行われ、原爆ドームは被爆当時の姿を今に伝えています。ぜひ一度来てみてほしいなと思います。高級平和1996年12月、原爆ドームは人類史上初めて使用された核兵器の惨禍を伝える歴史の証人として、また核兵器の廃絶と世界の恒久平和の大切さを訴え続ける人類共通の平和記念碑として世界遺産に登録されました。資料館に行ってきました。やっぱり展示を見て泣いている方もたくさんいらっしゃって、実際に場所に来てみるとまた違った気持ちが出てくるなって思いました。